森忠氏は、日本の指揮者、フルート奏者、日本指揮者協会設立メンバー。はじめは、フルート奏者として盛んに活動、小高久忠に、フルート協奏曲の作曲を移植し初演するなど、吉田正夫と並ぶ名手として知られた。その後、指揮者に転校し、東京交響楽団、藤原歌劇団の指揮、京都市交響楽団上任指揮者、 九州交響楽団常任指揮者、東京都交響楽団音楽監督兼常任指揮者、名古屋フィルハーモニー交響楽団音楽総監督、理事を経て NHK 交響楽団の正式者となる。20世紀音楽研究所にも参画している。東京シティフィルハーモニック還元楽団永久名誉、指揮者。藤原歌劇団や二機会ともに、数多くのオペラ上演を行い、 1957年、イバカ劇賞。大河ドラマのテーマ曲式や、NHK 教育テレビ、フルート教室講師での出演、オーケストラがやってきたゲスト出演など、放送関係の仕事にも多く携わり、1980年、NHK 放送文化賞。1984年、四樹放送。録音については、日本人作曲家による現代音楽を、 数多く初演するなどして、その録音を残している。そのため作曲者メインのアルバムか、ソリストメインのアルバムに収録されていることがほとんどで、ある。大河ドラマのテーマ曲式や NHK のオムニバス版も数多く存在するが、それらを除いて、森個人がメインとなっているアルバムは、2020年現在、のわずか2枚のみ。また、 フルート奏者として、以下の SP 録音がある。その他、東北放送開局10周年記念版、東北の調べ東京交響楽団、東芝音工 ORS2 東京湖、魅惑のオペラアリア州、東芝コンサートオーケストラ EMI ミュージック、ジャパンコーカバオペラアリア州名古屋フィルハーモニー交響楽団ナクソスパッテン225853。宮原拓也、 声の変遷オペラーリア州東京フィルハーモニー、公共楽団ライブノーツ WWCC-7578 運の吉尾、モーツァルト、バイオリン競争曲全州東京都公共楽団、CBS ソニー、ソックス30から32東京音楽大学の自主、制作 LP が複数種あるなど、オムニバスや、 未発売の音源を含めると世に出ていないものも合わせて、さらに膨大な録音を残している。東京都公共楽団創立50周年語り継ぐ、東京、森忠氏、初代音楽監督の時代 N ぬザ・レジェンド・アーカイブス指揮者、柴田奈美夫、第1回現代落祭白書フィルハーモニー1966年11月号。 P36 フィルハーモニー1973年5月号。P31 フィルハーモニー1973年5月号。P32 新芸とその時代東京進出前夜カラヤン発来日毎日新聞。2021年2月12日閲覧。ありがとうございます。